はい、こんにちは。まやチャンネル前原です。はい、やってまいりましたね。12月1日ですね、毎年恒例のアドベントカレンダー、今年もやっていきましょう。はい、まずはレゴスターウォーズのアドベントカレンダーだね、今回ね、ちょっとね、この箱のこの何、質感が違うの。いや、紙は紙なんだけど、確かに、あ、ちょっとね、全然違う。そう、なんかね、コーティングが変わってるかなっていう感じ、あ、ここら辺リッチになってるよね。ここら辺通して、ここら辺がサラサラしてる。はい、じゃあちょっとペラッとめくってもらえますか。はい、はい、こんな感じ。あ、これ逆だよね。そうだね、逆になるから、こんな感じですね。なんか変わった風景だね。ここはジャックっぽい、うん、ここはホスっぽい、うん、で、下の辺りがちょっとクリスマスのデコレーションっていうような感じになってるのかな。なんか面白いね。面白いね。じゃあ早速1日の窓開けていきましょう。どこかな。ここ、あそこ。はい、じゃあお願いします。はい、あれ、さあ綺麗に開けてね、うん、はい、何が出るかな。最初は多分人形だと思うんだけどね、人形っていうかミニフィグだと思うんだけど。あ、ミニフィグじゃない。ミニフィグじゃない、これでしたね。うん、なんだろうね、ちょっとわかんない。組み立ててみましょう。はい、じゃあ僕はこのミッキーのアドベントカレンダー開けます。これは毎年恒例だね、まあ、うん、チョコレートのアドベントカレンダーだね、うん、はい、じゃあレシンクはそれ食べててください。パパ組み立てております、はい、うん、よいしょ。お、なんだ、一応相変わらず取りにくいチョコレート。この靴下の形のチョコが出ました。はい、じゃあ食べるね。はい、お、うん、相変わらずでしょ、うん、相変わらずそのアメリカっぽいチョコの味だよね、うん、うまい、相変わらず。はい、これが完成したものだね、うん、これはね、多分ね、あの反乱者たちに出てくるゴーストだね。なるほど、うん、じゃないかなと思う。あの、この後ろの形からして多分だけどね、うん、間違ってたらごめんなさい。ということで、2日から24日までのこの開封は、うん、それぞれの週末、まあ、2日はちょっとやんないから、9日、次は9日に、2日目から9日目まで全部バーッと開けちゃいなと思います。こっちもね。そうだね、こっちは食べてていいよ、こっちは1日ずつ食べて大丈夫です、うん、はい、またその動画もおいおい上げていくと思いますので楽しみにしててください。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、そしてチャンネル登録もよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。